こんにちは。こんにちは。関西テレビ局の中です。門口です。門口さん、先週からね、はい、京都競馬に会社が変わって、はい、いよいよあのお客さんもね、そうですね、まあちょっと数的にはちょっと寂しいところがあったんですけれども、うん、まあいよいよそのお客さん入れて開催っていうことになりましたし、うん、はいはい、で今週は G1 出張が日曜日に行われて、うん、はい、しかもその無敗の三冠牝馬が担当になるかという、そうそうそう、ちょっと盛り上がってはきてるんですけども、はい、もう早速じゃあちょっと本命の、はい、まあまあ、はい、どうですかね。まあ、うん、僕はもう本命はその史上初の、ね、はい、無敗でのその三冠牝馬、うん、期待で、うん、もうデアリングタクト、やっぱり、まあ、はい、まあ、能力の高さ、そして、まあ、まあね、まあ、今回はポイントがね、はい、そのオークス以来の、はい、直行で本番というローテですけども、はい、ただ、まあ、この馬自身が、うん、もうデビューから常にそのゆったりしたローテーションで使われてきていた馬なんで、そんなにこの馬自身がレース感覚が相手も、はい、そのマイナスになるタイプではないと思うんですよね。で実際、まあここへ向けてね、はい、しっかりとこう乗り込まれてきて、はい、体勢も整っていると思いますし、はい、ですから、まあ、ここ2年ね、はい、2年前がアーモンドアイ、去年がクロノジェネシスと共に、まあ2年続けてオークスからの直行が結果出してて、その馬たちは共に、まあ、まあ、小馬になってからもね、ボバ相手でも結果を出しているという非常にまあ強い馬たちなんですけども、ね、はい、その辺と比べても、まあ、本当にこう能力的な遜色ない馬だと思うんでね、まさしく、はい、能力の高さに期待しての本命です。そうですね、はい、まあ、もちろん今門口さんがおっしゃった通り、はい、能力も実績も、はい、あのもちろんその三冠牝馬の何恥じないものは持ってると思うんですけど、はい、ちょっとまあ僕はちょっとご存じとおりひねくれもんなので、はいはいはい、天の弱なもんで、ちょっといろいろ探したんですけど、はい、まあ確かにそのやっぱりまあここ2年連続ねオークスから直行組勝ってるとはいえ、うん、やっぱりその春からの直行というのは多少やっぱ気になる面もありますし、うんうん、で一番気になるのはやっぱりちょっと後方から足伸ばす客室ですかね、うん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 、オークスでもねちょっと直線に切り替えて見てたら、あ、もうちょっとやばいなと思って、はい、うん、まあ、そこ差し切ったのはさすがすごい能力の持ち主だったんかもしれないですけど、最初ちょっとああいう状況が、うん、京都の内回りで、うんうんうん、ああなると取り返しつくんかなっていうのをちょっと考えて、うんうん、まあ、紛れがあるとするとやっぱり前々で運ぶ馬だなと思ったんで、はいはい、本命はちょっとウィンマイティにしたんですけど、まあ、前回はちょっとあの出遅れて、いつもと違う前々の競馬じゃなかったんですけど、はい、うんうん、最後はすごい伸びてきていて、はい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 、あれちょっとやっぱり能力あるなっていうのを逆にちょっと再認識しましたし、はい、そうですね、はい、で、まあ、五十嵐球場ちょっと担当ではないんですけど、うん、セビセンの息子さんちょっと個人的に知ってるもんで、はいはい、前回の時にちょっと話したら、まあ、8部7部ぐらいかなっていう感じで、うんうん、まあ、次につながる競馬できたらいいよっていう感じで話してたんですけど、それがちょっとまあ出遅れながらもあそこまで足使えてたんで、うんうん、はい、やっぱちょっと能力がちょっと高いなというところと、うん、でこの中間もね、まあ、8で調教されて7連発してるように、はいはい、やっぱ叩いてぐんと上昇してる感じですし、はい、まあ、枠もね打ち目のいいとこ聞きましたん で、うんうん、本来の先行策打てればちょっと不気味というか、はい、うん、ね、オークス3着で寒いところまで来てますし、はい、十分太刀打ちできる能力を持ってるんじゃないかと、はい、期待しての本命にしました、はいはい、どうですかね次僕はそのウィンマイティが対抗なんです、はい、あそこに見せてきますかね言うても、はいはい、いやもうだから今中君も言いましたけどね、うん、だから前回本当ほら、はい、出遅れて後ろからの競馬、うん、でまあ、はい、基本的に前目が有利な展開だったんで、まあ、その状況で外外を回ってね、最後こう差を詰めてきての、ね、あのレース見た時に、うん、あ次は面白いなって思いましたんでね、うんうんうん、まあ、あの叩いての上積みもね、ちょっとの攻め気配からも感じられますから、はい、であとは僕はもう3番手に、はい、まあ、3番手になっちゃったというか、はい、リアメディアですね、うん、まあまあね、はい、また今回あの枠も、はい、絶好枠引きましたし、ましたね、はいはい、やっぱり前回あの2番手で競馬したことが今回につながると思うんですよね、あれね、はい、先行馬が不在で、はい、ペースが落ち着きそうなんで、あの前回 の、 あの2番手で競馬したことが、うん、ね、うん、今回につながりそうなんで、はい、やっぱりあのリアメリアは当然これも上位争い、うん、期待できますよね、まあ、そうですね、うん、僕は最後ちょっと、まあ、リアメリア4番手言ってるんですけど、はい、3番手で4番手すごい迷った馬が、はい、三山桜1番の、はい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 、いやこれちょっとデビューの時からちょっとまあ、裏箱で調整してた馬なんですけど、うん、まあ、担当の助手さんが、
あの、新馬ですよ、うん、新馬の調教が多くて上がってきた時に、うん、この馬オークス行くでって言われたと思って、すごく頭にこびついてて、うん、まあ、実際にもオークスまで行きましたし、うん、まあ、ちょっと G1 ではね結果出してなかったですけど、うん、まあ、ちょっといろいろ噛み合わなかっただけだと思いますし、うん、まあ、今回戻ってきて体も一回り二回りぐらい大きくなってパワーアップしてるようですし、この馬もね、うん、一枠一番で絶好枠引けたんで、はい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 、ちょっとその元々ね、本当にクラシック取れるぐらいな能力を持ってた馬だったと思うので、うん、この好枠と、まあ、秋リフレッシュした効果で、はい、十分ちょっと先打ちできるものは持ってると思うん で、はい、でさっきちょっとその担当の方がメールしたんですけど、2勝とも1枠1枠っていう1枠で勝ってるらしいんで、1枠1番ですよって、ああそれはほんまに朗報やなと言ってくれてましたし、うんうん、ちょっと期待しての3番って評価にしましたね、うん、はい、ちょっと馬券的にはちょっと上位、僕も今挙げた4頭ぐらいの争いというか、そう、うん、いやただね、まあリアルなんですけどね、まあ、僕そうですね、まあ、あの馬券的には僕はちょっと二重三角にしてる、まあ、マジックキャッスル、はい、ちょっとこれにちょっとね、はい、穴目で、うん、まあ、この馬が、はい、そのうまくこうロスなく立ち回ってこう、まあ、こう切れ味をね生かせるような、こ うまくこう立ち回った時に、うん、ちょっとこう上位食い込みないかな、なるほどね、うん、いうところで、まあ、これが、まあ、穴目で面白いかなと思いますけどね、うん、まあ、ちょっとそのデアリング派と、はい、いや、あの3回を阻止するんだというところのハートで馬券分かれると思うんですけど、そうですね、いずれにしてちょっと面白い競馬にはなるそうなんで、見応えのある競馬だと思います、はい、まあ、あんまりちょっと競馬場に行かれる人は少ないかもしれないですけど、うん、まあ、競馬場で見られるか、まあ、またテレビ観戦して、あの迫力あるレースを見ていただければ、ね、そうですね、はい、じゃあこの辺で、はい、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。